まあ、これも先ほど出ましたね、誰がどんな資格で所作していいのか、誰ならいけなくてっていうことが全くこの明示されておらんと、こんな曖昧ないい加減な話、召集ではもう歴代有事一人御法商人のみってずっと700年間何にも微動だにしてない、今も変わってない。ところが学会はつい数十年前、まあ2、30年前まではそのことを遵守していて、ここへ来て明導してるわけだ。そういう根幹となる本尊に対してガンガン変わるってことは、結局今後もどんかさっきの話ですよ、責任持ったことは何にも言ってないってことですから、今言ったことは明日変わるかもしれない。そんなものは宗教と呼べるかって。そうですよ、それこそそう、この宗教の定義をなしていない。あんたらはだから結局働き鉢として、働きありとしてただただ騙されて、三大秘宝、そうか三大秘宝だ、政教新聞の啓蒙と、それからエフトリと、それから財務、しっかりここにもそういうこと書いてあるしね。そして今これからはまさにこのエフトリですよ、急遽解散なんかになっちゃって、もう本尊どころじゃなくもう総選挙なのよっていう、まあ体制になってる。結局そのざまを見ろってね、大事の信仰の根幹であるご本尊のことをもう後回しとかな、どっちでもよくなっちゃって、あんた方はこの政教新聞啓蒙と、それからエフトリと財務、この3つ総家の三大悲惨な三の大きなその悲しい報いだ、これ法っていうのは。それを受けなきゃならん姿が今あるぞと、今こそ目を覚ませとね、階段のご本尊離れてね、善につけ悪につけ法華経をするは地獄の業なるべしと、まさにここを今地で言ってんじゃないかと。どんな理由があろうが、原田が何言おうが、学会の中枢部は何を発表しようが、どんな理屈つけたって階段のご本尊、法華経とは、末法の法華経とは階段のご本尊ですから、そのご本尊を離れたら、このご本尊を捨てたら必ず地獄だぞと、よくよく肝に銘じとけって。でこの間ご住職のありがたいご指南があってね、その我々はそれで 言っとけばいいんだって、何も無理くりね、その人をそのなだめすかしたら何かして入信させる必要ないと。それが大聖人があの兄弟賞の時に、あの弟宗長の方に言った言葉が、あんたは間違いなく退転するであろうって言ってんだよね。とやかく言わんって言ってんだよ、するもよし、せざるもよしと。ただあの後で恨むなって言ってんだよね。だからそういう危害でいいって言うんだよ。あ、もうまた嬉しいと思って最高だと思って、落合ご住職がちゃんとそういうふうに応戦くださいましたから、言うべきことをきっちり言って、これで分かんなかったら無限地獄と、あ、それが好きなら行けばいい、それでいいんだって。それが下手となって、それをそのおっかながって、その相手が怒るぐらいのこと言わなきゃダメなんですよ。おっかながっちゃってね、言わないで、そうかまあねなんて言ったら、あったもうな、絶対無限地獄だぞお前って言って、相手がこう怒りをなすことを言ってやって、初めてこう下手がバサッと入るわけですよ。あの宗長に対するあの大聖人のあの兵衛の左官とのご返事ね、やっぱりしっかり僕らもまた勉強したいところだけど、かなりきついことをガンガン言ってるもんね。そういう意味では我々もこの最後の学会に対する道州将棋の鉄槌を下すためには、あの今日のことをベースに、大いに大解釈をお願いしたいと思うんですね。ともども僕もこれで明日からこれをアップしますから、だから長野でやったのが第一陣、これは第二弾、そしてあの第三弾、もうね、彼らは同じこと何度も言っても分かんないから、人体が内容になってもいいから各地でこれをねやっていこうと思うんですね。じゃあ皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、今日は長時間ご苦労さまでした。これはね本当にあの創価をこの大きく救済する大この、大事な歴史的なこの会合になったと思いますよ。はい、南無蓮華経、南無蓮華経、南無南無蓮華経。
皆さんの知恵を申しましてね、大いに呵責のなんつかな、ツールっていうんかな、スキームができてきましたよ。